この町でどうしても知りたい情報があるとき、行くべきところは一つだけでね。あ、偉人町の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル。ああ、もし誰かが偉人さんの金庫をぶち壊そうとしてるとして、まあ今回で言うとその誰かはマブチってことだけど、その異変にコミジュルが気づかないわけがないよ。なんせ連中はこの町の情報で飯を食ってんだからね。偉人町にも情報屋ってのがほぼにいる。だがそいつらのネタの大半は元をたどりゃコミジュルが情報源だ。はあ、一体どうやってんのか分かんねえが、連中は精度の高い情報を手に入れる仕組みを持ってるらしい。なるほどね。他に当てがあるなら別にコミジュルでなくてもいいよ。よそでマブチの店長殺しが証明できるんならそれも結構。お前らが答えを持ち帰るまでは頭たちも生かしとくよ。ただし、トンズラはできないからね。偉人中を出ようとしたらその瞬間こいつは殺す。そしてお前らはもちろんその家族、友人、知人もただじゃ済まさない。ちょっと、何よそれ。やめとけ。常識が通用する相手じゃねえよ。まあ俺もさ、正直必死なんだよね。もしマブチが裏切ったとなると、うちは真っ二つじゃん。そしてその時青龍会とコミジュルがどう動くか、頭使っていろいろ備えとかなきゃなんないし、まあマブチが黒だったらの話だけどさ。でももしマブチが白だったら、ここにいる全員楽には死ねないからね。そこそこよろしく。笑顔で言うんじゃねえよ。じゃあマブチがその店長を殺したってことを明らかにする証拠、それを見つけてきてよ。春日、もうここで俺らにできることはなさそうだ。分かった。もう知ってると思うけど、コミジロは半端じゃないよ。証拠を手に入れても奴らに消されちゃ意味ないからね。ではお気をつけって。どんだけ嫌味だよ。カスガ、さっさと動くしかねえぞ。まあ、わかった。おい、私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。そうね。やめんなよ。絶対負けろよ。
舐めないでくれ。やってやるぞ。行くぞ。見せてやるよ。ごめんな。ございました。何見てんだよ。邪魔すんじゃねえ。いいけど。俺の番ね。してみるよ。
足立さん、この辺ってもう、ああ、すでにコミジュルの島だ。ヤバそうな空気だ。ちょっと何、そんな深刻そうな声出さないでよ。なあ、ちょっと待った。あ、誰あれ。こんな暗い夜にサングラスか。でもいい女だな。まあ確かにモデルみてえだ。あの手の女は性格悪いのが多いわよ。美人ってのはそれなりに一癖あるもんさ。それも魅力なんじゃねえか。何その変な理屈。ちょっと聞こえてるわよ。誰なんだ、まさかコミジュルの人間か。うん、わかんねえよ。よし、聞いてみるしかねえな。おい、カズカ。いや、どうも。俺の名前は、こんばんは、カズが一番と愉快な仲間たち。俺らのことは承知ってことかい。ええ、もちろん。もちろんと来たか。みんな、危ない人じゃねえみてえだぞ。つまりあんたコミジュルの人間だよな。そうね。え、どこが危なくないのよ。まあまあ、じゃあ俺らがここに来た要件も分かってんの。ナオマーがソープの店長を殺したと示す証拠、それがご希望の品でしょ。あるの、そんなものが。多分ね。案内するわ。トン拍子じゃないの。まあそうだな。美人に根っからの悪党はいねえんだよ。そのスケベ根性、いつか絶対ひどい目に遭うわよ。こっちよ、ついてきて。あのさ、俺ら少し前にコミジュルの人たちと揉めたことがあるんだけど。へえ。スナックの人たちに頼まれて、ほら、東電の件で。もう済んだ話でしょ。え、そう？いや、それならいいんだけどさ。そんなに怖がらないで。怖がるって。あれ、そんな風に見えちゃってる。大丈夫よ。でも怖がってる顔もなかなか可愛いわよ。そう？まあたまに言われるんだけどさ。どいつもこいつもだらしない。なんかずっと人気がないよな、この辺って。カズナ、俺はこんな奥まで来たことねえ。ここらはもう完全にコミジュルの懐の中だ。なあ、そんな気がするな。私ももう引き返せねえってことか。どうしたの、ひそひそ話なんかして。ああ、なんでもないんだよ。失礼。気が進まないなら帰ってもいいわよ。別に無理にとは言わない。よく言うわ。私たちにはもう選択肢がないって。それも分かってるんでしょ。意地悪なこと言わないでよ。そうね。じゃあさっさと行きましょうよ。分かったわ。なんか女の戦い？おっかねえな。開けてみるか。開いたぜ。
何これ、めっちゃすごい。知ってたか春日、コミジュルは韓国語で蜘蛛の巣って意味らしい。なるほど、納得だね。てかこんなに電線引き込む意味って何なんだ。ご希望の品はこの一番上よ。おっと、何、何なの。脅かすなよ、たかがゴキブリじゃねえか。俺んちで見るのよりやけにでかかったからつい。なあみんな、もっと驚くことがあるぜ。え、女が消えた。え、バカ野郎、一番なんで目離したんだよ。あんたもだろ。おい静かにしろって。誰かいるぞ。あ、出た、ボウガンだ。コミジュルのやつか。どう見ても歓迎されちゃいねえな。気持ち悪いお目かぶりやがって。なんだよ、ボウガン一本でもう終わりかい。何も言わねえのか。なら次はこっちから行くぜ。僕にしてやる。よし、やめるな。見てなさい。逃げるなら今のうちだぞ。よし行くぞ。ぶっ飛ばしてやる。俺の番ね。トラニャ、たってやる。やんのか。どうすんだい。見て見て見てよ。やってやる。でかいな。決めたよ。私の番ね。とっておき。俺の番だな。とっておきだ。おい来た。自分再現だ。俺の番かね。なめんなよ。さて、よし。ザクな。ちょっと、おい、おう、ああ、
なよ。やってみろ。やってやるぞ。よし、行くぞ。やめるな。見せてやるよ。お前、逃げるなら今のうちだぞ。おい、来た。ほらにゃ。ほら、来いよ。やってみろ。私暇だよ。殺された。やんのか。私の番ね。見てなさい。俺の番だな。じゃあ今度俺の番ね。開けてみるか。やったぜ。強くなった気がするぜ。腰が張るぜ。開けてみるか。開いたぜ。
ジ？渡り切ってやったぜ。生きた心地がしなかった。生きてるのが奇跡だ。スカートの中見えなかったかしら。命よりパンツの心配かよ。小腹が空いてきたぜ。お、ここか。ここにいたか。見つけたぜ。殺されたらしい。
またいい女になっちゃった？開けてみるか。やったぜ。なっちまったか。腰が張るぜ。開けてみるか。開いたぜ。
開けてみるか。やったぜ。虫が顔に当たってな。たく驚かせやがって。それはこっちのセリフなんだけど。おい、ああ、いいですね、皆さん、お見事でした。お前、ご無礼いたしました。お許しいただけますか。マブチの牢で俺らを助けてくれた。覚えていていただけましたか。嬉しいですね。こないだは助けてくれて、今回は襲ってか。こちらにも事情がございまして。申し訳ございません。何こいつ、嫌なやつ。ん？イケメンだって褒めてたろ。イケメンだけど、あいつは嫌い。私はコミジュルの参謀を務めております、ハン・ジュンギと申します。ハン・ジュンギ、なんでお仲間に俺らを襲わせたんだ。改めてあなた方のお手並みを拝見したかったもので、彼らにも決して殺すなと念を押しておいたんですがね。だんだん本気になっていくんで、正直ヒヤヒヤしましたよ。笑わせんな。もっと本気出してもらってよかったんだぜ。で、俺らの実力は分かってくれたってか。ええ、あなた方はお強い。でも私一人で十分抑え込める程度かと判断しました。なんだと。そちらのご用件は承知しています。理解が追いついていないでしょうが、なかなか危うい立場にいらっしゃるようだ。そのあたりもじっくりと勘で含めるように教えて差し上げます。まどろっこしいな。シンプルに言ってくれ、時間がねえんだよ。大事なことですからね。しっかり理解していただかないと困ります。だからバカにでも分かるようにお話しさせていただくつもりです。あくまで親切心からですよ。それで煽ってるつもりかい。バカで結構。俺のことどう思おうと、こっちはへとも思わねえ。個人的には好きですよ、あなたみたいな人。ではどうぞこちらへ。完全に舐められてるな、俺ら。言わしときゃいいんだ。ほんとムカつくイケメンよね。美人もイケメンも癖が強いのが多いな。まったくね。その点みんなはいいよね。どういう意味だ。なんでもない。コミジュル以外でここに入った人間はほとんど記憶にありません。あなた方は特別な客です。ですからもっと喜んでくれてもいいんですよ。
だこりゃ。これが偉人町における我々のしのぎです。町の防犯映像、潜伏しているコミジル構成員の隠し撮り映像、その他様々なカメラを覗き見できるようになっています。ですがこれだけの情報システムです。維持するにはここの自家発電だけでは賄いきれません。そんなわけで町中から盗電してるわけか。ええ、お察しの通りです。偉人町において我々は比較的に新参者でしてね、清流会やハンピン・リューマンとの島争いに遅れを取り、そのおこぼれに預かったのがここコミジュルというわけです。ああ、我々はこれらの映像から導き出される情報を商品として、そして武器として自分たちの身を守っています。身を守っている。コミジュルの勢力は清流会やハンピン・リューマンほど大きくはありません。真っ向勝負の戦争となれば勝ち目はないでしょう。ですから彼らを適度に敵対させて均衡を保たせるバランサーでいることが我々が生き残るための戦略となったのです。バランサー？どういうことだ？例えばもしハンピン・リューマンの誰かが清流会の島に手を出したなら、我々は即座にその情報を清流会に流します。均衡を崩そうと動いた個人の情報を徹底的に調べ上げ、その友人家族の居所も敵対組織に渡すのです。そういう活動する我々の存在によって起きた火種も小さな段階で鎮火できます。また新たな火種の抑制にもつながります。つまり横浜は3つの組織の三すくみ状態というよりは、2つの大きな組織とその間を取り持つ情報組織で成り立っているのか。だからバランサーか。そういうことです。ハンピン・リューマンも清流会も我々には感謝しているはずですよ。感謝状をいただいたことはありませんがね。ちなみにもし火種を起こした人間がいたとして、その始末もコミジュルがやるのか。ケースバイケースですが、我々が手を下すケースが多いですね。そして少々痛い目に遭っていただくこともあれば、この世から消えていただくこともあります。あくまでビジネスとしての活動ですがね。じゃあもしかしてマブチももう始末したってことかい？ラオマーはまだご存命です。ですが、あちらのモニターを。え？乙姫ランドの店長の死亡推定時刻、その直前の店先が映っています。ラオマーとその一味の姿も。おお、これはまさに動かぬ証拠だ。俺らはこいつを探してたんだ。もちろん承知してますよ。今の映像を見ればマブチは黒、ハンピン・リューマンの蝶もそう納得するでしょう。は？しかしすぐにはお渡しできません。あなた方にはまだお目にかけたいものがあります。どういうことだ？ご覧になればわかりますよ。なんか雲行きが怪しくなってきたか。しょぼくれた声出すなって。頼むぜ相棒。近くまで行ってもらって結構ですよ。
いつは偽札。エンド偽札だ。また偽札？いや、マブチのとは別口か。どうなってんだ。ラオマーの偽札とは出来が違うわよ。あっちは所詮マフィアの一時しのぎ。少し見れば仕事の雑さが透けて見えちゃう。でもこっちはミクロ単位まで正確に複写する最新の印刷システムで作ってるの。もう会えないかと思ったぜ。寂しかった？いい女が急に消えりゃそりゃ寂しいってもんだ。私もちょっと準備する必要があったの。化粧でも直してたってのか。やっぱりあなた面白いわね。いい感じだわ。ちょっと、ごたくはいいから話を進めてよ。あんた誰なのよ。少し言葉を慎んでいただけませんか。いいのよ。じゃあご紹介差し上げましょうか。はい。何なの。皆さん、こちらはソンヒ、我がコミジュルの総帥です。総帥？この姉ちゃんが。コミジュルのボスは女。マブチの倉庫で妙な紙の束を見たでしょ。箱に詰められた白紙の束。白紙の束、箱に詰められた。ああ、見たよ。あれはとても特殊な紙なの。大陸の工場で成分を調合されて生成されたものをハンピン・リューマンが取り寄せてるの。中国で作られてんのか。なるほどね。そしてここで作られてる日本円も同じ紙なのよ。え？じゃああんたらはハンピン・リューマンの倉庫からあの紙を盗んで日本円を。盗んでないわよ。あの紙はもともとここで日本円を作るためにコミジュルが用意させたものなんだから。あ？どういうことだ。まずコミジュルが日本円を作るために紙の製造をハンピン・リューマンに依頼する。出来上がった紙は一旦マブチの倉庫に届く。そしてハンピン・リューマンの人間がここに届けてるという流れよ。ハンピン・リューマンの誰に依頼して誰がコミジュルに届けてくれてるんだ。全てハンピン・リューマンのトップ、チョウよ。じゃあチョウはそれを知ってるんだな。もちろんよ。チョウに黙ってそんなことできやしないわ。あの紙は日本円の偽札の材料。じゃあ人民元の方はどうなんだ。あれもコミジュルのビジネスなのか。それともやっぱりハンピン・リューマンの。そのどちらでもない。え？あれは言うならハプニングね。マブチの部下がある日倉庫に見たことない紙が大量にあるのを見つけたのよ。その男はかつては偽札ビジネスを生業にしていた人間だったの。そしてマブチに提案した。あの紙を少し加工すれば精度の高い人民元が作れるってね。マブチはその話に乗ったってまでよ。マブチが考えたんじゃねえってことか。よその人間をどうこう言うのは気が引けるけど、マブチはそんなに頭の切れる人間じゃないわよ。いい部下を持ってラッキーだったのは事実かもね。チョウはマブチが人民元を作ってるの知ってんのか。あんたから教えてやんなかったのか。教えたわよ。でもチョウはすでに知ってたわ。でも見て見ぬふりよ。だって人民元の製造をやめるように指示したとして、紙の使い道を部下に聞かれたらチョウだって説明に困る。ましてや日本円製造ビジネスはお金になるから蝶もやめたくはない。それにマブチの会社の維持のため、部下の生活のために人民元が使われてるなら多少は目をつむる。それが蝶の判断なんでしょう。じゃあ
マブチは同じ紙で日本円が作られてることは当然知らないわよ。しかし知らないこととはいえ、もったいないことしてくれるよね。あの紙は円をするための特注品、オーダーメイドなのに。オーダーメイド知ってる？円の紙は三つまたって植物から作られるの。ただし他の原料や配合、そして製造方法は日本の国家機密なのよね。あの手触りはそうそう再現できないってわけ。じゃあなんであんたにそれが作れるんだ？ある筋からその情報は漏れていた。もう何十年も前に。何十年も前？そんな話警察でも聞いたことねえぞ。でしょうね。あなたじゃまだ若すぎるもん。え？ああ、いや意外と若くもねえんだな。真に受けてんじゃないっつも。そう。だからほとんど誰も知らないはずのその偽札を。なんであなたは持っているの？一番。お。やっぱりこの万札はこの場所から漏れたエラー品ね。どこにも存在してはいけないはずのもの。あなたはどこからこれを？我々の監視システムはあなたがこの町に現れた時からの様子をずっと捉えていました。当然その偽札を手にしているお姿もです。ですからゆっくり話を聞かせていただきましょう。我々はようやくその機会を得た。待った。事情は分かったがよ、そいつは俺にも何なのか分かんねえんだ。本当に何も知らないの？本当だ。私が撃てないと思って舐めてるの？いや、やるときはやる人だって思うぜ。念のために聞いてみたのよ。あなたが映っているここ数日の映像は全部調べさせた。でもあなたはその偽札が何かまるで分かってないみたいだし、そもそもこの土地へ来た時には撃たれて死にかけてたわよね。知ってんじゃねえか。つまりあんたにはここに来た特別な目的があるようには見えない。まあそんなに頭も良さそうじゃないしね。もっと言い方ってもんがあんだろ。でもお前は違うな。なんぼ！俺が何だって言うんだ。お前が偉人町に現れたのは半年前。ホームレス街からよくこの建物を盗み見してた。他のホームレス仲間には目もくれずに。いつの間にそんな写真を？なのに偽札を持っていた春日一番とだけは急につるむようになった。なんでだ？難波は村長に俺を手当てするように言われて。それで？じゃあナイチンゲール症候群？看護師が患者に惚れちゃう。あれ違うだろう。お前はこの偽札がコミジュルのものだと知っていたな。どうなんだ答えが。ナンバー、まだ総帥が話し中だ。黙ってちゃ話が進まないよ。お前は誰なの？難波優、41歳、元看護師。あのね、そういうこと聞いてるんじゃ。秋葉翔一は俺の弟だ。
秋葉翔一、フリー記者の。秋葉はペンネームで、本名は難波翔一だ。秋葉翔一はあんたの弟。よ、待てや、何の話してんだ。半年くらい前、どっからか偽札のことを嗅ぎつけたフリーの記者がいたんだよ。その名前が秋葉翔一。ところが偉人帳に入り込んで数日後、どこかに消えた。どこかに消えた、とぼけんじゃねえ。その消える直前に俺は弟から連絡を受けてた。あいつは自分が監視されてるらしいって言ってた。コミジロの連中にな。お前ら、あいつを、弟をどこにやった。そうか、消えた弟を探してお前はこの町に。偉人町には肉の壁があると聞かされてた。よそ者がその内側に入り込むことはできねえともな。だから俺はホームレスに化けて彼らのねぐらに潜り込んだ。あそこからならコミジロを近くから監視することもできると考えて。そうだ、でもずっと何の糸口もつかめずにいた。お前が来るまではな。一番お前は変な札を持っていた。俺はすぐに気づいた。これは弟が追っていた偽札だってな。やっと掴んだ手がかりだ。その瞬間から俺は絶対にお前から離れずに追ってやろう。そして偽札を入手した流れから弟の手がかりを聞き出してやると決めたんだ。でも蓋を開けてみりゃ俺以上にお前は何もしやしなかった。笑っちまうよな。そうだったのか。まあお前は嘘がつける男じゃねえってことくらい分かってるさ。偽札のことを何も知らねえんじゃこれ以上つるむ理由もねえ。俺はよ、近いうちにお前の前からドロンと消えるつもりだったんだ。だってよ、だってしょうがねえだろ。ナンバー、でもこんなことになるなんて。すまん一番、すまんみんな。なんちゃん、俺の弟をどうした？殺したのか？弟は生きてんのか？死んでんのか？それくらい教えろ！教えてくれたら俺はどうなっても構わねえ。でも一番たちは関係ねえ。してもこいつらだけは助けてやってくれ。頼む。紛れ込んでいたネズミは彼一人だけだったみたいね。ひとまずあなたたちは客人扱いにする。蝶にも気に入られてるみたいだしね。ちょっと待てや。どこへ連れて行く気だ。俺らの仲間を。仲間？あなた今の話は聞いてたでしょ。あの男は自分の損得感情であんたを騙してたのよ。
出会った最初からね。そんな人間を仲間って呼ぶの？なあ、そうだな。俺がナンバを仲間って簡単に呼ぶのは違うのかもな。やっとわかったの？勘違いすんな。あいつは俺にとって仲間以上の人間だって言ってんだよ。なんだって？俺はここに流れ着いた時、あいつに手当てされなきゃ死んでたんだ。ナンバはな、俺の命の恩人なんだ。俺は命の恩人に仲間にしてもらった立場なんだよ。ナンバの目的は行方不明の弟さんを見つけ出すことだ。親兄弟の心配をすることが損得勘定だとは俺は全然思わねえ。あんたらよりもあいつの方がよっぽど筋の通った生き方してるぜ。俺が言うのも忘れんなよ。さっきよ、一人で俺らを止められるとか言ってたな。この何してんの？人を集めな。やれるもんならやってみろや。さっきの言葉証明してみせましょう。私の番ね。今までよく生きてこられたものだ。ほら来いよ。やってみろ。皆さんとろくさいですね。してみろ。その程度で自慢されても困ります。じゃあこれ、ほら来いよ。今までよく生きてこられたものだ。やめんな。なめんなよ。春日とカスって言葉似てますよね。とっておき、みんな頑張って。ほらやるぜ。絶対負けない。その程度で自慢されても困ります。今までよく生きてこられたものだ。よっしゃ、いこう。されても困ります。やってみろ。なめんなよ。はい、皆さんとろくさいですね。ほらやるぜ。さて
雑魚が捕まっぜ。よっしゃ行くぞ。皆さん、とろくさいですね。なめんなよ。してみろ。やってやろう。抵抗すんな。何かしましたか。せーりゃ。苦しむがいい。なめんなよ。さすがとカスって言葉似てますよね。これ使って調子助かる。してみろ。絶対負けない。しんどい。やってみろ。倒さねえと。ほら、くらえ。おや、俺の文句。今までよく生きてこられたものだ。トロ臭いですね。まだまだ。くらえ。苦しむがいい。苦しい。どうするかね。今までよく生きてこられたものだ。問題出した。せーれよ。そこで。よし。元通りだ。よし、行くぞ。ぶっ飛ばしてやる。うん、やめるな。くらえ。仕留める。どう、俺の番か。行くぜ。この程度で自慢されても困りますけど。私の番ね。
のか。俺の番だな。こいつでどうだ。どうするかね。今までよく生きてこられたものだ。俺サンキュー。どうしよっかな。やめるよ。春日とカスって言葉似てますよね。あれ使って。ありがとよ。じゃあこよし行くぞ。皆さん邪魔くさいですね。おっしゃ行くぞ。その程度で自慢されても困ります。なめんなよ。なめんな。春日と勝って言葉似てますよね。やってみろ。じゃあこんなやるか。その程度で自慢されても困ります。どうするかね。してみろ。よしよし行くぞ。とっておきだ。プレゼントだ。ほら来いよ。どう、なんとかしないと。は、皆さんとろくさいですね。してみろ。春日とカスって言葉似てますよね。なめんなよ。これでも食らえ。俺の番だな。見せてやるよ。俺の番か。限界が来た。苦しい、しんどいね。皆さん、とろくさいですね。くらえ。そこだ。よし行くぞ。なめないで。よっしゃやんのか。よっしゃ行くぞ。よっ、とどめだ。
スがどっかにいる。しんど、なんとかしないと。なめんなよ、雑魚が。その程度で自慢されても困ります。やってみろ。よし、俺の番だな。絶対負けない。今までよく生きてこられたものだ。とっておきだ。やるもんですね。逃げるぜ、ナンバ。一番。立て、ナンバ。すぐ新たが来るぞ。頑張って。くそ。やってやるよ。私の番で。
勝ったな。やってくれたね、カスは一番。可愛げのあるバカだと思ってたよ。俺もあんたは腕っぷしの強いべっぴんさんかと思ってたんだけどな。結局とんでもないお人よしの厄介者だったわね。結局あんただってとんでもないドSのアバズレだろ。そういうとこが妙に可愛いんだけどね。始末するのがもったいなくなっちまうじゃないか。いや、みったらしい。お世辞はいらねえよ。どきな、昭和の女。出ないと痛い目見るよ。修行とサンガラフス、ちょいったな、キジマ。これが参ったな。私の番ね。やらねえよ。殴ることもできないのか。とっておき。舐めないでくれ。見せてやるよ。ザコめ、これ以上はしてみろ。やめて。やめて。やめて。やめるな。見せるね。ほら来いよ。ほら、やるぜ。みたいな顔だよ。とっておきだ。
り気がまりゃ。くそ。よ、ナンバ。なんだ。体のしびれはもう動けそうか。なんとかな。大丈夫だ。なら時間を稼いでやる。動けるうちにあんた行け。でも悩んだら暇はねえ。行け。でもお前らなんとかする。それにあんたが生き残ってなきゃ弟さんの行方は誰が追うんだ。俺は弟を探すためにそれを隠してお前らを巻き込んで。あんたは命の恩人なんだ。もし弟さんを探してることを最初から知ってても俺はあんたに加勢してたぜ。結果は同じだ。俺はそんなにケツの穴の小せえ男じゃねえよ。気にすんな。一番でもみんなをほっといて俺だけ。俺だってケツの穴は小さくない。私だってケツっていうか気持ちは同じだって。足立さん、さっちゃん、本当にいいのか。一番しつけえ。早く行け。すまねえ。いや、ちょっと行かせねえよ。逃げたやつなんてほっといてもっと俺らと遊ぼうぜ。孫一さんよ。貴様ら、そんなに怒るとストレスで老け込むぜ。やっぱ女はおしとやかなのが一番じゃねえか。ヒステリックなのは男受け悪いよ、サンヒおばちゃん。この私にふざけた口を聞くな。俺の番だな。バカみたいな顔で。まあ、舐めないでくれる。おでぼぬんかにゃ。舐めんな。一回死んでみてよ。とっておきだ。みんな死ぬなよ。回復だ。おや、ありがとう。舐めんなよ。バカみたいな顔で。とっておき。やってみよう。恩返しか。してみよう。お前殴ることもできないのか。絶対負けない。おでぼぬんかにゃ。舐めんなよ。バカみたいな顔ね。ぶっ飛ばしてやる。ほら来いよ。よいま。殴ることもできないのか。やってやろう。お尊敬パー。いい加減なんだ。おろくちだ。決めたよ。おでぼぬんかにゃ。してみろ。私の番ね。バカみたいな顔ね。ゾンビ。ほら来いよ。やばい。殴ることもできないのか。してみろ。ほらにゃ。一回死んでみてよ。どんがしきゃ。よいま。なめんなよ。バカみたいな顔ね。見てなさい。ぶっ飛ばしてやる。
してみろ。見てなさい。ほらやるぜ。強くなった気がする。お前たちの力を見誤っていたよ、カスが一番。なら今日はもうこんなとこにしとかねえか。それは彼の報告次第だよ。何？ハン・ジュンギ、まだやんのか。あらった、ナンバヌン、イジンチョエソ、パンデシチャバ。ソンヒ、ナンバは取り逃がしたとのことです。ソンヒ。くっ。やったね。お前たちは、自分が何をしでかしたのか分かっていない。殺されそうだった仲間を助けた。俺らがやったらそれだけだぜ。我々の偽札が外に知れれば、異人町は無主の地となり、瓦解するんだ。瓦解？偽札の件が原因で町が崩壊するってことか。へえ。でもそれってクリーンな町になるってことでしょ？いいことじゃん。簡単に言うんじゃない。町の秩序、機能、その全てが崩壊するんだ。それは絶対に許されることじゃない。じゃあそれを防ぐためにあんた、ナンバを探し続けるつもりか。当たり前だ。ナンバまだ肉の壁から逃げ切れてはいないはず。コミジュルが全力を挙げて、必ず奴を見つけ出す。見つけて、どうする？もちろん、殺す。どうしても。当たり前だ。じゃ、俺らも、やるしかねえな。何をだ？あんたらがナンバを狙い続ける限り、俺らもナンバを助け続ける。じゃ、あとはお互いの根比べだ。どっちが先に値を上げるか楽しみだな。ふざけるな。ふざけちゃいねえよ。本気だぜ。そろそろ俺の性格も分かってるはずだろう。まっ、なんて野郎だ。そう向きにならねえでよ。ナンバのことは見逃してやっちゃもれねえか。あいつは余計なことをあちこちに言ったりしねえさ。それはもう私の一存では決めかねるな。はあ？あんたコミジュルのトップだろ。あんたが決めてくれさえすりゃ。カスガ。はあ？今夜2時、中華街の平安楼本店に来る。そこでお前たちに会わせたい人間がいる。ナンバを生かすも殺すもその人間次第。なんだと？遅れるなよ。平安楼で何があるってんだ。さあな、俺に分かるわけねえだろ、足立さん。夜中の2時までならまだ時間あるよ。なら、それまでに調べときたいことがある。何？ナンバは、ホームレスになりすまして半年間、コミジュルを探ってた。そういう話だったよな。うん、孫悲はそう言ってたな。ホームレス街のねぐらにまだナンバの荷物が残ってるはずだ。そいつを調べたいんだ。何か手がかりが残っていれば、コミジュルより先にあいつを見つけられるかもしんねえ。ホームレス街か。サイコも連れてくのか。ちょっと、今さら何言ってんの。私も行くに決まってるでしょ。